加や政剣は、江戸時代末期の熊本藩士、熊本金山神社神職、神風蓮副首領、慶神党代表である、大田黒友を伴うとともに、神風蓮の乱を起こした。小峰墓地にある加や政剣の墓1836年、熊本藩士である加やく助の長男として、熊本城下高田原に生まれる。行名は栄太。名は、盾の子。百五十一年。 熊助は、ある事件に巻き込まれ、自陣。政権が長男であったため、家を守らねばならず。また、かやは、父が事件に巻き込まれたために、お家断絶の危機に陥るが、かやは、藩の養殖にある者に助けられる。1858年、林桜園の元道館に入門。そこで、神道の教えなどを学ぶ。また、そこで後に共に行動する。 大田黒友や川上玄斎などの同志の仲間に会う。1862年、朝廷から熊本藩へ、御所警備の要請が来ると、茅や川上などがいる、日後近納等にも藩からの出動命令があり、御所に向けて出発する。だが、その職に就いた塚の間、1863年に、御所で8月18日の政変が起こり、尊能上異論者は、 尊能攘夷を昔から言論していた長州藩の世話になる者が多く出始め、御所警備隊は解散する。1865年、熊本に帰った途端に牢獄に入れられる。大政奉還がなった1867年に牢獄から出される。1871年に教授権に連座して東国。1874年に熊本金山神社神官となるが、 1876年に、配当令が出され、深海大神宮の神官、大田黒友大賀主であった、慶新党の志士はこれに反発して、神風連の乱を起こし、政権はその最中に戦死する。去年41。この事件は、宮崎社の助の秋月の乱、前原一世の萩の乱が起こるきっかけとなった。墓は、熊本市黒神の小峰墓地にある。 1924年、聖後遺を追贈された。ありがとうございます。